슬래시 게임즈에 여보소. 마지막으로 이타나마 제나 간다. 또 슬래시 게임즈에 여보소. 이 채널 보시죠. 안녕하세요. 今回このガンファイヤーちょっとピストル戦してみたいと思います。はい、ピストル戦ってあんまやったことないんですよね。でも銃をピストル機能攻撃力2000ほど上げときました。2000何百だったんですけど6900とか出てますよ。はい、おお相手全員クリアさんですか。過去にいたのはステージはムーブムーブムーブ、ほら攻撃力普通ステージはまあまあ好きかもしれない。やるじゃん。おお。おお。はい。畑は取るぞ。あー、やべやべ。そこにいるだろ。ああ、もう死んでたの？見てください、この大会を制したのは私です。一番チームの中では3人しか死んでないっていうのは、まあ3人ばっかりの人ですけど、私は10人殺してます。見てください、普通の人の銃は6283、1800、あー辛いな、僕と一緒の銃だ。7000、うわ7000いっと、チームは
が6400、6600、6900、7400。強いね。こんな強いのに、恐れ入ります。僕の武器は6915です。あ、でもね、ランクがあるんですよね。この人の銃。あ、私はほら、この紫色の90武器だから、この人は、永久でもこの青色の背景じゃないですか。シルバーの4。ね、星が4つ。シルバーの。この人はシルバーの4。僕より攻撃力強いんだけど、4。で、僕は、金の石。で、これだけもっともっと強くなれるってことですよ。はい。じゃあ戻って、うわ、またもらった。あ、これ好きなものを選べますね。ちょっと待ってください。これ何？テント？あ、それ。それと、何やかんやけど、これと、ボーイドと、スピードが。おお、始まった。で、持って、今回、狙撃戦もいいな。でも狙撃銃僕持ってないんですか。持ってるんですか。なんていうの、いや、そうですね。第一問だけど、爆破が超になってるんですよ。はい。というところで、今回は短めですけど、ここまで。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとだけしか見てないっていう方もありがとうございました。最低で